はい、皆さん、こんにちは。サッカーキングのミッシーです。100年ぶりにサブチャンネル1人で撮ってます。はいえー、ということでですね、まあ、2021シーズンの J リーグが閉幕し、J2 ドラフト並びに J1 ドラフトが終わりましたので、これにて閉幕でございます。はい あのー、まあドラフト会議両方合わせて多分計あの5時間くらい配信しているんですがまだまだ喋ってねえっていうことも、まあ、結構ありましたしちょっとね J1 の配信の方ですいません最後の方がちょっとね YouTube がちょっと最後止まってしまってペリスコープはなんか動いてたんですけどっていうちょっとトラブルもあったんでその辺も含めてちょっとイレブンの話まあちょっと僕1人で申し訳ないんですけどちょっとその辺の話なんかも。 していきたいなというふうに思っています。ということで、一、えー、人 J1、J2 ドラフト、反省会お届けします。はい。ということです、ねえー、じゃあまず J2 からいきますかね。えーまあ、先週放送しているので、ちょっと時系列順に J2 からやっていきます。ということで、えー、一応私のイレブンはですね、えー、キーパーが若原選手、最終ラインが鈴木選手、新井選手、江川選手、でボランチに遠藤選手と佐藤選手、で右が 奥山選手、左が忽那選手、ワントップ、宇豊選手で、まあ、右中原選手、左、えー、奥田選手という11人を、えー、獲得しております。はいえー、ということです、ね、ちょっとこの辺のポイントの解説をです、ね、やっていこうと思うんですけど、まずキーパーなんですが、えー、まず水上湖とかぶりましたね、これは。なので、第一順では福井選手でね、か、え、ぶ、ー、りましただから、えっと、北条さんと土屋さんかぶったのかな。 ですが、私はえまあ若原選手はね、僕、前半戦の MVP には挙げているので、まあ、彼は欲しかったっていうところがあるので、水上君が出していくるのはちょっと予想外ではあったんですけど、はい、まあ、抽選の結果、不正は本当にしておりません。抽選の結果、私が若原選手え獲得ですね。で、一応、あとね、のその候補選手とかもちょっと紹介していきたいんですけど、まずキーパーだと、まあ、2番手、目視、若原選手取れなかったとき考えてたらやっぱり。 三浦龍祐希選手、まあ、三浦選手のタイトルなくして今季の,の昇格なしというふうに僕もこの,あのノートにいろいろ書いてるんですけど、でやっぱ時点で川田選手、そして梅田選手、この辺挙げてました。はい、で、3バックなんですけども、3バックっていうのはです、ね、で、まあ、もうこれは完全にあの新井良平選手オプションでですね、まあ、甲府の3バック、まあ、新井選手がまあ中央に入る。 でまあえっと、攻撃の時はちょっと一列上がるみたいなやつを完全にモチーフとしてて、まあ、もう荒井選手を取ることはもう完全に、えー、決めてました。 だったんですけど、まあ、あの左利きのセンターバックっていうところで、えー、と北条さんが伊藤博樹選手をまあ一発目に取っていて、でまあ、僕もまあ伊藤博樹選手、もちろん書いてたし、あと京都の浅田選手っていうのもあったんですけど、まあ、みんな左利きのセンターバック、大体、まあ、そんなに多くはないので、欲しがるかなと思って、僕は一発目は江川選手にしたんですね。はい で、えっと、エ、ま、ガ、あ、選手をま取りました。まあ、左利きのセンターバックとしては、伊藤洋樹選手、エガ選手うんとまあ浅田選手、この辺はまあこう入ってくるのかなっていうところで、エガ選手を取りましたと。で、次が荒井選手ですね。はい。で、えー、3番目に、まあ、ディメェンス3人目に鈴木大介選手と、はい、いうことで、まあ、これはもう荒井選手を取れたので、 まあこれはもう完全に大成功ですね。荒、まあ、井選手を僕が押しているというのはあのかねてから番組で結構言っているので、まあ、ここはみんな狙ってこねんじゃねえかなと思ってね、一番手は江川選手でいきました。でまあ、あと、えーまあ、もし取れなかった時のオプションとして書いてたのがですね、まあ、もちろんまず伊藤裕樹選手、去年の僕、去年僕前選手を北条さんの抽選の結果外しまして、一発目、やっぱり伊藤裕樹選手行ってました。と、まあ、いうところで、やっぱり時点でいる伊藤裕樹選手。 あと、荒井選手を仮に取れなかった場合、まあ、ここがすごく肝になるんですけども、まあ、高さもあって、足元もうまいっていうセンターバックの選手をやっぱ探したときに、えー、次に考えてたのが、相模原の木村選手。えー、来季は山形ということで、すごくポテンシャルの高いセンターバックだと思っております。あと、右のセンターバックで考えてたのは井上力人選手ですね。まあ、来季 J1 ということで、こちらも楽しみですね。はい。で、ディフェンスの一応4人目、まあ、ウィングバック登録なんですけど、えー 町田の奥山選手を右に置きましたで、えっと、本当はね、一発目、僕は実は真当たり選手って書いてて、まあ、水上伊野が真当たり選手に、えー、行ったので、ちょっとここで真当たり選手は取れなくなってしまったんですけど、まあ、あと、まあ奥、時点だとやっぱり奥山選手と、えー、あと浜崎選手ですね。 まあちょっとあのキック系でいうと、真当選手、浜崎選手で、まあ、バランス系というか、どちらかというと守備系、対人、強い系で言えば奥山選手っていう僕のイメージだったんですけど、まあ、ここで左に後で説明しますけど、ドリブラーを置くので、まあ、ここはいいバランスが取れたんじゃないかなというふうに思っております。で、えー、ミッドフィルダーの1巡目は、ヤットさんですね。はいまあ、去年、僕もヤットさんを示すよ結構迷ったんですけど。 まあやっぱり、えー、ジュビロのやっぱり今季の1年間トータルで見てチームとしてやっぱ結果が出ていたので、はいまあ、ここはやっぱりやっとんを1番手で行こうということでやっとん行きましたで2番目に、まあ、ちょっとこれ、えっと、もう1年です前になっちゃいますけど、まあ、中原選手ですねドリブルと左足っていうところで、えーまあ、インタビューもねさせていただいたので、まあ、個人的にすごく思い出のある選手、まあ、あとやっぱ J2 でも今季はトップクラスの活躍だったなと。 いうとこでですねで次が靴な選手かな、はいを左に置いて、えー、佐藤翔選手を取るという感じで、えー、とビットフィーダー以上ですかね。はいで、まあ、やっとん取れなかった場合は、高江選手、町田の高江選手で佐藤選手。 まあね、やっぱこの無尽蔵系ボランチを1人絶対に僕は置きたいというふうに考えていたので、えー、そこでやっぱ名前が挙がっていたのは秋田の稲葉選手ですね、まあ、この球際強い系を1人置きたいなっていうところですねあとボランチで一応名前挙げてた選手でいうと、えー、大宮の小島選手町田の佐野選手岡山のパウリーニョ選手あとベルディの山本力人選手この辺をボランチとして一応リストアップはしておりました でちょっと先、右の話を岡山選手と先にしちゃったんですけど、まあ、左はドリブラーを、まあ、どちらかというと攻撃と守備でちょっとバランスをこれ取れたんですけど、まあ、僕はやっぱり忽那選手は結構コメント欄でも、あそこ行くんだみたいな感じでしたけど、うん、僕はすごく好きな選手で、やっぱりあのドリブル、まあ、右も左もできますけど、うんまあ、やっぱり左の時が一番僕は好きかな。はいい、まあ、来季もね愛媛ででプレーするととうこぜひ 実にまた上げてほしいなと思ってるんですけども、であと石川大人選手と、まあ、あとやっぱり鈴木優斗選手ですね。まあ、ウィングバック、まあ、鈴木選手はもう右も左もできるんで、ちょっとこの辺は取れ具合を見ながら、えー、考えておりました。で、2列目のところで言うと、まあ、じゃあ先にフォワードかな、詩、まあ、選手を1発目で僕取っているので、ピーター・詩選手を1の1で取りましたと。まあ、これはもう狙い通りで、でえっと、もう1人フォワードで、えっと、水戸の奥田選手を。 取りましたとなので、高選手がまあワントップで、中原選手と小倉選手がまあシャドウというか、えー、右と左という感じのイメージで前線組み合わせました。えー、まず、だから2列目のところでいうと、中原選手が1番手で、で、小倉選手2番手でまあ考えてました。まあ、登録ポジション的に小倉選手、フォワードで取りましたけども、はいで。あと、やっぱりこの、えー、シャドウのところ、まあ、2列目のところでいうと、えー、吉尾選手。 あとやっぱ谷口選手、高橋大吾選手、泉澤選手、三、え、木、ー、選手、大谷選手、まあ、この辺もみんな名前は出てましたよね、はい。という感じでまあ大体みんな考えることは一緒というかまあこの辺は数値出している人がまあ当然ながら選ばれるという感じですね。はい で僕は、まあ、うたかルキアンドッチ行くっていうところで、まあ、僕は、宇たか選手に、えー、最初行ったんですけども、まああの、配信でも話しましたが、やっぱりこの超監督になって、宇たか選手ははまらないんじゃないかみたいなことをね、まあ、あの予想してた人も多かったんじゃないかなと思いますけど、やっぱり超監督になってからの宇たか選手がまた1個上のレベルに行ったなという印象で、まあ、今期の僕の中では、うんまあ、超,超 J2 級だったな宇うか選手かなと。 ルキアン選手ももちろんすごかったんですけど、まあ、やっぱり豊選手の献身性がやっぱり今季はすごく見てて、得点以外のところでも素晴らしかったなというところで、豊選手はまあ絶対1の1でいこうというふうに、まあ、やっとさんとちょっと迷ったんですけど、まあ、国こから豊選手の方が競合しそうかなというところですね。で、えっとまあ、あと、フォワードレとまあ、ミッチェル・デューク選手とルキアン選手、あとビニシウス選手、エジガル選手、まあ、この辺ももう全員名前が出てたかな、はい、という感じのメンツですね。まあ、前線に関して言うと、もう。 点を取ってる人たちをずらっと並べましたって感じですね。はい。ということで J2 編は以上ですけども、まあ,あ、競合した若原選手が取れて、えー、まあ、大満足っていう感じで、ほぼほぼ思い描いていたいいチームができたのかなというふうに思っております。はい。じゃ続いて J1 なんですけども、えっ、ー、と、まず J1 の三島イレブンがですね、こんな感じです。はい。えー、キーパー東口選手ですね。 でディフェンスは右から岸本選手、荒木選手、ガブリエウ選手、酒井剛徳選手、アンカーに松岡選手を置いて、インサイドハーフに稲垣選手と旗手選手で、偽9番マルコス・ジュニオ選手の右にマテウス選手、左にアダ・ユトン選手という11人を獲得しております。はい、まず1の1、1あのこのサッカーキングルールで最初に もう全員ポジションの中でナンバーワンの選手を一応取るっていうルールでね、毎回ドラフトやってるんですけど、もうこれはね、結構即決で僕は旗手選手でしたね。うんまあ、あの今季、特に終盤戦、後半戦のパフォーマンスっていうところと、まあ、結構その感情むき出しになりながらも、本当にチームのために戦ってたんだなっていう姿が本当に印象的で、まあ、旗手選手はまあそのプレーも含め、まあ、パーソナリティも含め、あとまあユーティリティ戦も含め、 まあ今期の J1 の中では僕はやっぱり一番自分のチームがか欲しいと思った選手は旗手選手だったので、まあ、かつやっぱりそのサイドバックそしてインサイドハーフフォワードできるっていうところでまあ絶対みんな名前が書いてるだろうなというところをまず最初に潰しに行くまず自分が取りに行くというところで旗手選手を取りました、まあ、終盤戦思い出たインサイドハーフに一応ポジション上は取りましたねはいまあここは本職っていう感じかな まあ、はあのタイでもね、一応僕が見ていて、練習の時から、即、え、ご、ー、キレがいいなと思ってて、まあ、本大会あまりあの使われなかったですけども、まあ、今後の日本代表もね、引っ張っていってほしいなというふうに思ってます。はいでちょっとポジション別にやっていきますけども、えー、まずキーパー東口選手ですね。まあ、ねちょっとこれね、絶対かぶるかなと思ったんですよね。キーパーは J2 でも結構かぶってたんでうん、ここは結構絞られるのかなというふうに思いましたけど、東選手を。 一発ででで取れたたのはでかかったですね、はい、で時点で考えてたのは、えー、キム・スンギュ選手ですね。あのまあ、ショットストップに関して言うとやっぱりね、東口キム・スンギュは僕の中ではワンツーかな。はい、やっぱその反射神経とかビッグセーブってとこも含めて、えーまあ、この2人は僕の中ではもうポンポンと出てきましたね。 でまあ、時点で言うと、まあ、谷選手、あと権田選手、まあ、この辺を一応キーパーとしてはかぶった時っていうところで考えてましたね。はい。で、えー、ディフェンスのところですけどまず1番手は酒井剛徳選手ですね。あのまあ、配信でも話しましたけど、やっぱり総合力、サイドバックの中ではもうナンバーワンです。で、2番手はセンターバックがまず荒木選手。で、次が、えー、ガブリエウ選手、岸本選手の順で一応取りました。サイドバックですががまず、えー、坂井豪徳選手が 一番手ですね圧倒的、僕の中では結構もうずず、ず抜けて一 <laughs> 番手だったんですけども、辞、ま、典、あ、として、北、まあ、助さんも取ってましたけども、レッツの秋元選手、あと左岸の中野選手、この辺、左で考えてました。右はね岸本選手ですね、やっぱり、まあ、配信でも話した通り、やっぱ市民戦のアシストが僕は大好き、えー、なんですけども。 えー、右で言うと、まあ、初瀬選手、まあ、神戸、神戸に、ね、ここはなるんですけど、やっぱ初瀬選手のね、今季の,の伸びっぷりというか、ちょっとね、レンタルでいろんなところ行った時期もありましたけども、ガンバ出て神戸行くっていう、ね、ところでも結構驚きの遺跡であったんですけども、やっぱり彼の右足、左足っていうとこはさすがだなと。 いう,ふうに思ってますで、あともう一人は、まあ、森下選手ですね。まあ、森下選手、今季グランパスだともう一列前が多かったんですけど、うんまあ、やっぱり出た時の気合みたいなところは僕はすごく大好きな選手ですね。はい、でセンターバックは、まあ、一番手は僕はやっぱ荒木選手。まあねもちろんね 配信出なかったですけど谷口選手、ジェジエウ選手はねもちろん考えているんですけど、まあ、ちょっとね、ち切りましたね。<laughs> ちょっとね、この2人、もちろん欲しかったんですけども、まあ、やっぱり自分、色っていうところも含めて僕、は荒木選手、すごく、えー、評価してるというか大好きな選手なので、対、まあ、人の強さとか。 え空中戦であったり、足元の技術もすごい高い選手なので、まあ、その総合力というところで荒木選手、あとは、まあ、やっぱりガブリエル選手ですね、まあ、足元の技術はやっぱりリーグの中でもすごく高いなというふうに思いましたし、まあ、経験値もありますし、スピードもあるというところで、WBC、まあ、でね、なかなか守備ってちょっと注目されない感じにはなっちゃったんですけども、も特殊点の部分とかで、やっぱり彼、個人として能力が非常に高いなというふうに思っております。はい でえっと、それ以外で言うと、左のセンターバックで考えていたのは、なんか谷口選手、あと、えー、ワッキーさん取ってたエドワルド選手、まあ、あとフェルマーレン選手、この辺ですね。で右センターバックで考えてたのは、まあ、これも北条さん取ってたな、えー、カイザー鈴木選手と、えー、田中俊太選手ですね。はいでえー、中盤ですが、まあ、まず旗手選手を一発目取ってますと。 で、えー、なので、1番手はまあ稲垣選手ですね。まあ、これもちょっとかぶるかなというふうには思いましたけども、一発でとれてラッキーでした。まあ、2021年を象徴する僕の中盤のこの稲垣旗手というのはね、はいあのいいコンビなんじゃないかなというふうに思って、ぜひ代表で見たいですね。はいで、えー えとまず稲垣選手となって、そのあとマルコス・ジュニオール選手、で松岡選手というふうに取ってきました。まあ、マルコス選手、ちょっと特,特殊ポジションで取ってるんで、フォワードのところで話す話して、インサイドハーフはまず旗手選手はまあ絶対に取りたいっていうところで、えー、まあ稲垣選手はどちらかというと、まあ、イメージでちょっと守備、まあ、旗手選手は攻撃みたいな、そういう組み合わせにしたかったんですけど、稲垣選手のポジションでいうとうん、やっぱ奥の選手ですね、うん。セレスの やっぱ無尽蔵スタミナ、得点力系が欲しかったので、まあ、稲垣選手、奥野選手、あとちょっとポジション本職派ですけど、ディエゴ・ピトゥカ選手、この辺で考えてました。で、旗手選手が取れなかった時のちょっと攻撃的インサイドハーフで言うと、えっ、ー、と、樋口選手ですね、サガンのマントラーズいきますけども、J リーグの優秀選手にも入ってなかったですよね、確か樋口選手って。絶対僕僕入って僕のマーカーではもう ベストリブに入れてあげたいっていうぐらい樋口選手なんですけどもあと、えー、倉田選手ですねガンバの、まあ、この辺はちょっと、えー、ドリブルとかアシスト、えー、得点というところをできる選手を考えてました、はい、でアンカーのポジション僕もね奈良さんと一緒田中聡選手か松岡大樹選手どっちかで結構迷ったんですけど、まあ、僕は松岡選手ですねはい、まあ、やっぱり一発目で清水のもう中心になったなっていうところが、えー、もう見ててすごくひししと伝わるしやっぱり一番戦ってたなと いうところ非常に大好きな選手です、はい、松岡選手はあの日本の宝と言いましたけど、あのあの花輪さんが霜降り明星の漫才を見たときと同じコメントをしてしまいましたね。あの帰りながら気づきました。はい、M12019 見てください。はい、で、えー、それ以外で言うと、えー、まあ田中聡選手で、あとやっぱ木田選手ですね、まあ、僕の大好き、木田さん。 とあと、立花田選手、井出口選手、この辺でアンカーは考えてましたけど、まあ、松岡選手、ここは取れたんでよかったですね。はい、で、えー、マルコス・ジュニオール選手をね、一応このフォルスナインで置くんですけど、まあ、もしマルコス選手が取れなかった時は、普通にワントップを置こうと思ってて、えー、それとダミアン選手、古橋選手、ディエゴ・リベイラ選手、ユンカー選手、ウェリントン選手、一応この辺をワントップで考えてました。ただ、マルコス選手の2 0 あのワントップというか、このフォルスナインはあの試合であんまり見たことないんですけど、僕、勝手に頭の中でやりたいので、これが J1 ドラフトできてよかったなというところと、それ以外の選手はもう得点力っていうところはまあ文句なし、選手をずらっと並べた感じですね。フォワードで中1番手、マテウス選手、2番手でアダイユットン選手、右、左でそれぞれ考えました。 で、えー、まずマテウス選手の右で言うと、えー、時点はやっぱりジョルディ・クルークス選手ですね。まあ、川崎戦のあるゴールなんかも非常に印象的でした。でもう一人考えてたのは小野瀬選手ですね。まあ、小野瀬選手はね、やっぱフォワードだと思うので、もう一列前でウィングバックとかもやってますけども、やっぱ僕はフォワードで見たいなというふうに思っております。 でえ左をアダユートン選手取れたので、まあ、これ、まあ、時点はまあ三笘選手だったんですけど、三笘選手はさすがに誰が取るかなというふうには思ってたんで、まあ、ここはあえて正直、狙いに行ってないみたいなところはありますね。はい、で、もう一人はまあ松尾選手ですね、ヨガムシの。まあ、やっぱりここはドリブラーを置きたいっていう感じで、まあ、結果的にマテウス・アダユートンというまあドリブラードリブラーを取れて、マルコ選手がうまくいかせそうだなっていう、これ、いつか J リーグでどっかのチームで実現したらいいなと。 いう,ふうに思ってますぜひなんかオールスター戦とかね、やってほしいですね。はい。という感じで J1 も、僕はね、抽選が、あの、番組的には盛り上がってねえんじゃねえかっていう声もあるかもしれないですけども、まあ、大満足な11人でございました。はい。 ということで、ざざっと説明してきましたが、えーとまあ、やっぱりドラフト楽しいですね。あの見てる方もたくさんコメントいただけますし、まあ、それぞれのサッカー感があって、なんかいい企画かなというふうに改めて思いましたし、まあ、サッカーに別に、そんなでしょう、正解はないというか、それぞれが思ったいい選手というか、まあ、そういう価値観は本当それぞれなのがやっぱり一番面白いところだと思うので、なんかコメント欄で、なんかこれはあえて外しに行ってるんじゃないか、まああ,ね、あえて外しに行ってる側面も、まあ、 ゼロではないんですけど、まあ、自分が考えた一番見てみたいチームを作るっていうのがドラフト会議なので、J1、はい、J2 ともに大満足な。 11を作ることができました、まあ、やっぱり1年間 J リーグをえーやっぱ見続けるとこういうところでラスラスラスラな何でしょう何戦のゴールだったら何戦のアシストとかこの選手がもうちょっといたらとかなんかそういうのがどんどん出てきてなんかあの結構気持ち悪いなというふうには思っているんですけどやっぱ1年間あの結構土日をあーもうほぼ J リーグに費やしてきているあの生活を送っているのでまあすごく大満足な。 配信が唯一残念な、ちょっとその J1 の最後の方がちょっと YouTube 止まっちゃったのは申し訳ないとちょっとそが残念だったんですけども、はい、また効率に来年もやっていこうかなというふうに思ってます。はい。ということで、さすがにサブチャン年内も出さないかな。はい、ラストということで、2021年お世話になりました。はい。で、まあ、あのー、最後 YouTube はね、ちょっと止まっちゃってっていうところもあって、 まあ、視聴者数かなり減ってたんで言わなかったですけど、一応27が、えー、最後の生配信でした。サッカーキングとしては一応30まで、えー、動画を出して、また年明けの一応7日から動画投稿を再開する予定となっておりますので、2022年も引き続き、えー、ワールドカップイヤーですの、ね、で、いろいろやっていきたいなというふうに思ってますので、引き続きご愛顧いただければというふうに思います。はい、ということで、えー、以上。ありがとうございました。さよなら。